東大あるあるってあるんですか？あの各国の衣装で投稿してるやつはいますあ、いるんだね。東大もなんかそういうのってちょっと京大とかの方が多いイメージある。夏でもロシア帽をかぶってる女性がいたりとか。なんか僕の時はめっちゃ高い下駄履いてるやついた。なんか天狗って呼ばれてた。天狗10人ぐらいいたよなそう歌ってるよね東大生って。もう誰にも伝わんないけど東大生はわーってなる東大あるあるといえば、うん、あの食堂が入りきらなすぎて、あ、生徒に対しての、あの、そうなんです。数が足らないから、トレイに食堂で買ったものを乗せて地べたに置いて食べてるとか。下でなんか塀の上に置いて食べる。ある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 しゃべってあるあるあるっていう人はあんまいないのよ。わかりやすい。東大って何が美味しいの学食？あー難しい。シゲ青学何うまかった？俺明治はカレーだったな。俺はうちは肉そば。肉そば？肉そば。サラサラトンチャじゃない？あ、サラサラトンチャ。サラサラトンチャ。つるちゃん嬉しそうやね。なんかサラトン、サラトン、サラトンじゃない、サラトン。これつるは跳ねるよ俺そんな人だと思わなかったよとんかつが乗ったお茶漬けです、簡単に言ったら。そうなんです。でちょっと夏限定で氷とかも入ってて美味しそうだね。本当にこうかき込めるんです。あ、サラーっといただけるんだ。意外と美味しいんだよね。そうなんです。だからサラサラいただけるとんかつ茶漬け、サラサラトン茶、さらに略してサラトン。サラトン、おい、サラトンもう出てるらしいぜみたいな、みたいな。サラトンツイッターにあげるんだよね。サラトンいくら？サラトン500数十円ぐらいだった気がします、うん、そうなんだ、うん、はい、あんまりイメージないけど ね、 イメージないね。メイキングしてる。どうぞ。クイズノックと強いな。今回スクイーズというものを作りたいんですけど。スクイーズ、ご存知ですか？知ってる知ってる。親子で楽しい、触って癒されるスクイーズをメイキング。膨らんできてる。やだ、かわいい。よし、出ました。めっちゃ綺麗伊沢はカヌレを。やった、いい感じになった。ああ、やつ橋色になってきた。すげえ、やつ橋だ。ちっちゃく欲張っちゃおう、クリーム。やっぱ生クリームはデラックスに限るんだよ。そうそうそう。うわ、マジでドーナツがディズニーランドみたいだよやばい、鶴がおもろいぞクイズノック考案、ジャニーズクイズも。問題はこちら。バン。なにわ男子、カトゥーン、嵐、うん、どっかで鼻につくパターンもあるじゃん。確かにそうかもしれないですね。どこで諦めたの？俺は鼻につく存在だと。高校生クイズで優勝した時に、うん、学校に行った時に、うん、全然褒められなかった時に、うん、あ、これはもうそういう存在として生きてるたった30分で驚きの仕上がりに。うわー、すごい、可愛すぎる。うわ、やば、マジでリアル。全力メイキング、深夜0時48分。中山筋肉みたいな